はい、戻ってまいりました、WBC クラシック結果が出たようです。観戦したいと思います。余裕の一番人気です。 2.3 倍の一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。塩見4つつ3つが1番人気、メジャーリードが2番人気ですね。3番人気はゴッドドラゴン、これは結構差が離されている、ほぼまあ一騎打ちっていう形になるんでしょうか。オロカアラビアンかで、WBC 取って SWBC も3着なんですね。この馬なかなか強力な感じはあります。さあもう頑張って取りに行きたいと思います。外枠なのが気になりますね。まあ直線基調のコースとはいえ、もし先手を取りに行こうとしたらそこまで足使うのが気にはなるところです。歴史あるロンドンの街を駆け抜けて栄冠をつかむのはどの馬でありましょうか。さあスタートです。まあまずまずスタートですね。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。先手を取ってその2番手でも、それからもう1頭11番アワポエティックスプリンス、それから離されまして12番カタノサニブラ、それからエズルド先手を取りました。その後ろでやりましょうか。スターオブコジン、それからドアイスオーバー、足を渡して、そしてもう1頭9番アーキペンコ、それからフリーイーグル、ちょっと離されましてゴッドドラゴン、これをマークするようにメジャーリード、もう1頭ラグレイガツビー、他のライバルバー後ろから整理してみましょうか。先頭行く11番アワポエティックスプリンス、4馬身リード、ちょっと離れて5番ファルブラブでやります。そしてその後ろから12番カタノサニブラ、そのうちからは1番エズード、ワンデッサ、4番スターオブコジン、そして外からは8番トワイスオーガー、アーキペンコがその後ろ、6番フリーイーグル、この辺りちょっと離れている10番ゴッドドラゴン、3回になりましたね。メジャーリードがこれを見るようにしていっています。それからもう1頭ザグレイガツビー、さあビッグベンの左手に世界の強豪が直線に入ってまいります。さあ上がっていった、アワポエが粘っている、まだ後ろから振ってないし伸びもいい、マンデシャが来ている。さあメジャーリードが上がってきた、メジャーリード懸命に追うパタノサニブラが完全に抜けた、外を通ってメジャーリードか、なんとか狙ったか、メジャーリードか。さあこの一着は際どいぞ、ここで、ね、勝ってるかな、勝ってますね、なんとか勝ちました。勝者レベルも上がりました。見事です。やりました。さあこれね、WBC は勝ったのでちょっと不安はありますが、 SWBC を狙っていきたいと思います。また何週か休ませて放牧から戻ってきて 4,5 週ぐらい調教して、レースに出すのかと思います。はい、今までの実績がご覧の通りですね。まあ SWBC1 回は取ってるけど次の2回が惜しかった、まあ
レンは外してないのでその辺はさすがだとは思うんですが、果たして。あと33周ですからね、そんなに時間もなくなってまいりました。ただいい感じで優勝を迎えたいと思います。はい、本日はここまでとなります。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録者数が増えるとすごく励みになります。ブログやツイッターの方も説明欄などに記載しておりますので、確認よろしくお願いいたします。また最後20秒へ流します関連動画、関連プレイリストもお時間ありました、ぜひぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。